SKプランド。あ、待って、スネちゃんいるじゃん。よく見たら。スネちゃんいるじゃない。いるなら返事ぐらいしなさいよね、スネちゃん。ねえ。こんばんは。スネ王、ここにいたのか、ジャイアンは。のび太、それがどこにもねえんだ。まさか人間に限って、どんどんやられるのは思わないんだけど。嘘だろ。スネ王にはよく会うけど、なんかジャイアンは全然しばらく会ってないな。もしかしたら、普通は思いつかないような場所を通って行ったのかもしれない。あれじゃないの？あの、不自然に本棚みたいなのあったじゃん。あそこの先、隠し扉で行ったとかじゃない。ジャイアンのことだし、動物的直感で見抜いてもおかしくない。ジャイアンを野生動物だと思ってんのかな、のび太くん。お前ジャイアンを何だろう、何だろうね。ジャイアンは意外と頭が切れるんだぞ。それは知ってる。ジャイアンは頭がいい。なんか、スネオ、のび太、ジャイアンの3人の中で一番頭がいい。と思う。え、ほんと？のび太の方こそよく知ってると思ったんだけどな。でもジャイアンの悪いところは単独行動を異様に従うところ。スネオもだけど、なぜか一緒に行動してくれないと嫌な感じがある。もうちょっと心調べてみるよ。のび太は他の部屋を調べてみるよ。もう調べたよ、大体はよ。大体調べてお前のところにたどり着いたんだよ。はい、ということで、こっちが多分旧準備室の鍵があるから、よし、ここで開けれるね。よしよしよし。はいはい。おお、なんかいろいろありそう、ありそう、アリストテレそう。おい、ハンドガンの弾、よーし、ハンドガンの弾だ。ハンドガンの弾もなかなか嬉しいよね。ショットガンよりもやっぱりハンドガンを続けて撃ちたいもんね。止血剤、よし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 。お、もうセーブ場があるの？セーブ場がある？え、ちょっと待って、セーブ場あるのなんか怪しいんだけど。急な不安に襲われてるんだけど、俺は。おかしくない？だって絶対いるわ、これ。ちょっと救急爆、あ、残り3回49の体力。うーん、まあまだ大丈夫だろう。まだ大丈夫だと思うけど、いや絶対これ出たらなんかいるだろう。うーん、なんか気持ちさっきより暗くなってね。気のせいか。あ、でも特に何かあるってわけじゃないのか。何しよう。え、なんかわかんない。何をしたらいいかわかんなくなっちゃったな。床に何か物が擦れた跡がある。そういうことか。わかったぞ。謎は全て解けた。そういうことか。こいつらをまずどっかに誘導させて。危ねえな。危ない危ない危ない。お前ら危ねえな。これずらせたりするんじゃないか。あー、反対か。あー、なるほどね。はいはい、見るからにアイストのスイッチで押すべきだろうか。押してみよう。これ押したらあれだな。あの、不自然にあった本棚が動く仕掛けだろう、多分。なるほどな。よかった、ここちゃんと調べといて。いや、なんかさ、あの、一番調べてないステージどこだったの？思ったらここだったんだよね。邪魔だ、お前ら。ああ、ほら、やっぱり。あの隠し扉開いてるよ。ここ入れるね。よし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 。グリーンハーブツ。おお、拾って。ここの先、ジャイアン行ったってか。本当に？おお。なんか、急に雰囲気がガラリと変わった気がする。なんか、ゾンビの種類とかも変わったら嫌よ。急にまた強くなったり。ほん、嫌な雰囲気、すごく嫌な雰囲気があります。音も大きいしね。うわぁ、これ嫌だなぁ。あ、でもセーブ場がある。ありがたい。皆さん、ちょくちょくお気づきの方もいると思うんですけど、あの、不自然にカットが入ってると思うんですよね。その間ちょっと僕、鼻を噛んでまして。マジで夏風邪治らないんだよね。あー、いるねー、もうすごいのが。やばいね。気をつけないと。お、なんかあるぞ。焼き芋。焼き芋。よし、手に入れた。ここも、ずらせるよね。学習しました。前任者の日誌。ちょっと待って、俺さ、読んでないよな、なんか。結構手に入ったのに読んでないかもしんない。そういう、日誌的な何か。せっかくだから読むか。ちょっとでも、音うるさいかな、ここは。はい、ということでね、もの静かな場所に来たので。読んでないのってなんだ？立てこもったものの手記とかって読んだっけ？さっき、あ、そう、管理担当者の日誌は絶対読んでない。前任者の日誌も多分読んでない。この二つちょっと読んでいこうか。前任者の日誌。
管理担当者の西、どっちかだよみんな。どっちでもいいか。責任者の西読みましょう。責任者の西、12月25日、今日上司から信じられないプレゼントをもらった。おお、嬉しいじゃん。受けたまわったかな。それは作業員がみんな恐れている仕事、生物の管理の担当である。恐れてるじゃねえか。ダメじゃねえか。プレゼントじゃねえじゃねえか。じゃ昨日気さくに、君確か動物好きだったなと話しかけられた瞬間から嫌な予感していた。嫌な上司。そしてその予感は見事に的中した。急に呼び出され、反応する間もなく任命されたのだと。お前、爽やかな笑顔でプレゼントだと言われた時に、あの憎たらしいのに拳をプレゼントしたくなった。そりゃそうだ。嫌な上司だな。そんなプレゼントだわ。最高感あるね。1月1日、人生最悪の年越しである。昨夜から様子のおかしい生物のために一晩付きっきりで看病をすることになった。うわー、正月、早々。生物が執拗に壁を打ち叩くたびに、鈍い振動と音が部屋を揺らした。そのおかげで私は何度も眠い頭を揺さぶられる羽目になった。時にはいきなり鉄格子を揺らしてくることもあった。正直、生きた心地が全くしなかった。あの勢いの前では、鉄格子など役に立つとは思えなかった音だ。というか、鉄格子が多少歪んでいた。そのくせして、すぐさま奴の傷は再生していくのだ。とにかく寝不足で大変気分が悪い。一眠りすることとしよう。1月21日、この頃、生き物のことが可愛くなってきた。年越しの時に付きっきりで看病したためであろうか。少しの仕草が何を要求しているのかが分かってきた。あいつが腕をむやみに回しているときは、看護を欲しがっているとき、あいつが足を複雑に動かしているのは、すみかに不満があるときだ。ほう。鉄格子越しに彼らを見ていたら、そのうち仲良くなれるかもしれない。ふとそんなことも。頭いかれてるよ。仲良くはなれないよ、多分。そういう系統の奴らとは絶対に仲良くなれないから。2月23日、ベータ作戦の結果が決まったらしい。この研究所からもいくつかの作品が送られるようだ。研究員たちは日夜熱心に改良や調整に勤しんでいる。私としては彼らを応援せざるを得ない。もしも作品の出来が不足ならば、ある程度のデータが揃ってる生き物を送るという。彼らを送らせる気はない。彼らのような純粋な生き物は平和に生きることこそふさわしい。え？なんか、おかしくなってない？彼らのような純粋な生き物、どうしたんだ？急になんか擁護する発言っぽくなってきてね、なんかゾンビみたいの。3月31日、この頃、私は思わずにはいられない。私はなぜ人間などに生まれたのかと。金や交友関係といった、何？煩わしいことに、煩わされる人間よりも、彼らのような生き物に生まれたかった。私の自由を人間であるという事実が鎖のように縛りつけてる。頭おかしくなってない？こいつ。5月20日、もうダメだ。これ以上耐えることなどできやしない。そう、この仕事は私にとってまさに、あーやばい、行っちまったのこれ。日誌書いてる間に何かあっただろうお前。なぜ私は最初の頃、この仕事をあんなにも嫌悪したのだろう。日誌を振り返ってみてもその時の感情を実感することができない。いや、最初にこの日誌を書いてた頃のお前の方が多分正常だったんじゃないか。なんだか鉄格子が無性に邪魔である。やばいよ、お前じゃん、脱走させたのじゃ。これさえなければ私と彼らの間には一切の隔たりが消失する。鉄格子が邪魔でしょうか。やってるやん。やっとるやん、そんなのね。もう一個あるよね、多分。管理担当者の日誌。これも読んでこう。5月27日、今日、ここで飼っている生物の管理を新たに命じられた。その度、非常に気分が。だからさっきとは別のやつの日誌かな、じゃあ。作業員たちが最も意識している仕事である。周りの連中は哀れみの視線をこちらに向けてきた。そんなに私のことを哀れに思うくらいならぜひとも変わってほしいもの。最初は嫌がってるけど、どん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 好きになるみたいなこと。そんなにゾンビが好きだったのか、ウルトラマンみたいなね。はい。そういえば前任者はどうしたんだろうか。不意に気になったので上司に聞いたところ、上司は何やら思案顔で、体調を崩したため島から離れたのだと答えた。はいはい。最後に仕事から逃げないように釘を刺してきたが、それは意味のない警告である。この島には定期的に物資を輸送する船が来るだけだ。警備兵をたくさん乗せた船が。どうやってここから逃げるというの。ああ、もう逃げられない状態にあるってことか。5月28日、いやいやながらも生物が収まっている檻を見に行った。そこにいたのは化け物、まさしく化け物だった。気がつくと私は宿直室で荒い息を吐いていた。落ち着いてから資料を読んだところ、あれらの生物は他の支部で開発されたものをここに持ってきたものだということだ。よくもあんなものを、私はそう思わずにはいられない。しかし一番恐ろしいのは、あの生物らは全てこの世の法則でできているということである。無論自然発生するものではないが、しかしこの企業と関わったことを改めて後悔した。ああ、まあそうだよな、そりゃそうだろ。6月12日、そこそここの仕事にも慣れてきた。化け物どもへの嫌悪感は以前として薄れないが、機械的に作業することで恐怖をかろうじて抑えられる。ああ、でも、そうだよね。
なんかやっぱあの前の日誌が異常だったんだよ。なんか隔たりがなくなればいいなにとか、なんかやばいこと書いてたもんね。しかし檻の中を掃除していた時に見つけた細切れになっていた布はダメだった。その布は自分が着ている作業服と同じ素材で作られ、さらに悪いことに同じ色をしていたのだ。え、食べられたってこと？これは掃除を続ける気にもなれず、私は部屋に戻った。じっとしていても気がめえるばかりなので体を動かす目的で戸棚を整理していたのだが、ふと棚の後ろに何かが挟まってるのに気づいた。あ、それは前任者の書き、あ、前任者のやつよ、読んだよね。ああ、試しに読んでみたが、結局さらに気分が落ち込む結果となった。こんな日々がいつまで続くのだろうか。この頃気が狂いそうになる。気が狂いそう、あ、いっそ狂ってしまった方が楽なのかもしれない。あ、前任者の、さっき読んだ日誌を彼も読んだんだ。じゃあ、7月27日、化け物のうちの一体が逃げた。透明になるカメレオンのような化け物だ。私はすぐさま研究所に連絡を入れた。が、連絡は繋がらなかった。考えてみれば、そもそもこの地下施設は研究所側に主な制御システムが置かれているのだ。向こうで何かトラブルがあったんだろうか。化け物どもが檻を破るのも時間の問題だろう。その前に何とかして島を脱出したいものだが、おそらくそれは叶わないだろう。それに逃げられたところで私、怖いよ、めっちゃ。私には。多分ここら辺におそらくジャイアンがいると思うんだけど、とりあえずジャイアンをまず探したいよな。ジャイアンいたらいいな。今日で、このパートでジャイアン探せれば、お、なんか拾ったな。何拾った？俺は何を拾ったんだ？なんかね、ちょっとずつ見えてきたんだよね。この全貌というか。なんか、まあ、ゾンビと共鳴している、なんか前任者の日誌みたいので、ゾンビと共鳴している謎の何かがあって、そういうのもあったりするから、ちょっと一応心してかから、おっと？なんか檻みたいのあるぞ。入れるのか？いや、入れるの不安だな。大丈夫か？出られるよな、俺ちゃんと。いや、結構いるんだよな。あ、鍵がかかってる。飼育準備室の鍵。オッケー、ここも必要。やめろ、話せ！話せ、やばい！ HP なくなる！やばい！本当にやばい！メリケン！メリケン！一旦こっちの下も見てもいい？あ、ここいけるね。オッケーオッケー。なるほど。結構広いな。ちょっと頭おかしくなるな。俺ね、広すぎると頭おかしくなるっていうあれがあるんだよね。あ、ここになんかあります。飼育準備室の鍵。さっきどっかで見つけたな、飼育準備室の鍵。どこだったか忘れちゃったけど。よし。こっちもあるね。え、扉が完全に歪んでる。中を調べることはできないと。オッケーです。戻ろうかな。扉が歪んでる。でもこの程度なら衝撃を与えればなんとかなる。なんとかなる。じゃあ使っちゃうか。俺の得意のナイフ、タメナイフを使ってやるよ。よし、いったな。よし、入れるね。オッケー。絶対何かあるな、ここ壊せるってことは。お、日誌みたいのあるぜ。またメモ帳のようだ。何か書かれてる。チェアール賢者が村人の相談を受けた。その内容は、テレビが映らないとのことだった。はぁ、あ。賢者は答えた。とりあえず、チョップを入れてみなさい。肉弾戦。村人が言われた通りにした結果、新しいテレビが来て、映るようになったと、めでたし、新しいテレビが来て、え？新しいテレビが来たんだったら、その古いテレビにチョップした意味あるのか？わけわかんないよ。チョップしろってこと？つまり。とりあえずチョップしてみろ。ダイヤル式の金庫だ。正しい答えを入力すれば開くのだ。なるほどね。チョップを数字にするとか、そういうの？チョップって数字にすると何ですか、皆さん。わかるわけねえだろ。とりあえずここは保留だな。新しいテレビが来てとか。なんか謎解き要素が非常に多くてですね。頭の悪い僕にはちょっともうできそうにないんだよね。よし、ここは？なんかあるぞ。なんか入ってる。銃のパーツ。おっと、これなんだなんだなんだ、何ができる。うん。ラビットファイヤー？何ラビットファイヤーって。わけわからん。古い型のパソコン。ちょっとラビットファイヤー調べてみよう。ラビットファイヤー、何これ。ハンドガンを改造したもの。へぇー、そんなのあるんだ。ラビットファイヤー、ラビットファイヤー。俺ラビットファイヤーにする。もうハンドガンなんて使ってられねえ。かっこいいな。名前かっこいいね。ラビットファイヤー。ちょっと使ってみたいな、ラビットファイヤー。こいつに、こいつでもいい。おい、おめえを実験台にしてやるよ。ほら、やった。ほら、おい。うん。やっぱこいつが強すぎるな。
ラビットファイアの威力があんまりわからなかったよ。お前が強くて。とりあえず行こう。こっち。よーし。お、ここにもなんかありそうだぞ。古い方のパソコン。ここにもなんかあるぞ。興味深い表紙のビデオが並んでるが、今はそれどころではない。今見ようよ。ねえ、今見ようよ、ノビ君。今見ようよ。全然見てくんねえな。こっちの上はまだ見てないからね。さっきここで死んだから、ちゃんと心していこう。はいはいはい。で、まっすぐここまず入る。あ、ここは鍵か。あー、CQ準備室の鍵。ここで使えるのか。オッケーオッケー。うわー、おー、地獄だの。全く反応しない。どうやら扉が壊れてるようだ。オーマイガー。よし。こっち行こう。いや、ロッカーは絶対なんか入ってるから。止血剤、オッケーオッケー。これは？うん、何？浄土飼育場の鍵。なんだ浄土飼育場って。ショットガン頭、ラッキー。よし、あとはこいつらを回避すれば。オッケー、うまい感じでいけるとは。すまんな、もうここには用はね。早く出ないと。先に左から見ていこうかな。俺の勘がそう言ってる。左に行けと。うん。当たってるかな？よし。いい感じだ。の、焼き芋手に入れた。うへ？何うへ？うへって何？あー、何？ゴミ箱の中に入ってたからってこと？確かにな。もう本当にピンチで、もう食べるものがなくなったら、ゴミ箱にあった焼き芋を食べよう。お、何？フルハーブ。よし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 。よしよしよし。お、グレネード弾。まあ、グレネード弾も欲しいよね。グレネード弾もどっかいないかな。なんかやっぱパスワードとかのあの箱にありそうだな。あのチョップ入れろみたいなパソコンあったじゃん。あれの中に入ってそうだな。ショットガンもそんな感じのやつに入ってたから、多分そういう系統だと思うんだけど。あ、やべ、音楽なくなった。音楽なくなったら危険信号のサインなので、僕は簡単には見ません。頑丈な鉄製の扉が完全に破壊されてる。とてもじゃないけど中に入ることはできそうにない。壊れてんなら入れるって。根性見せろ、ノビ。入れないっすね。え、なんで音楽消えたの？え、音楽消えたのめっちゃ怖くない？みんな。え、異様に怖いんだけど、これボス戦だろ、絶対。いや、最悪だよ、これ。死んでる。なぜなんだ。やばい、やばい。ちょ、入る順番絶対俺間違えたな。ね、みんな絶対間違えたよね。なんでこんなに死んでんのに一体だけ生きてんの？みんな殺せよ、どうせなら。旧実験室の鍵。これ拾ったことによってなんか起きたりしない？大丈夫か？大丈夫だな。オッケー。もっと？怖いよ。なんか怖いんだよ。間がすごい怖いからさ。スムーズに行かせて。なるべく。こっちで音楽急に消えたから、こっちに何かありそうなの。だからちょっと先に右から見てってもいいですか？皆さん。はいはい、俺は簡単に捕まらない。よいしょよいしょ。ああ、ごめんね。嘘。嘘だぴょん。ああ、浄土飼育場の鍵、ここか。オッケーオッケー。おっと、不安しかない扉だな。不安しかない扉だ。地獄だな、ここ。地獄すぎんな。え、ここ入れるんだ。一気にみんな蘇ったりしねえよな。小部屋の鍵。ああ、よかった。待って。なんでこんな死んでんの？絶対とんでもねえな、いんな。とんでもねえのいるわ。よし、出よう。早く出て。のび、誰よりも早く出る。それが大事だから。このゲームで一番大事なことは誰よりも早く出ることだから。よし。なんで音楽消えたんだろう。バグとかこれ。とりあえず、こっち側行ってないんで行きましょうか。ほいほい。あー、ここやばいな。なんか俺の勘がそう言ってる。こっち行こう。あ、ここは安全っぽいんじゃない？ハーブもあるし。セーブじゃあればもっといいな。セーブじゃあればもっと嬉しいよ。なさそうだな。いや、異様にでかいし、なにこれ。壁にひびが入ってる。老朽化してるのか。ええー、何？あ、ちょっと待って、やだ、やめよか